今回はちょっと、まあ、思考を変えて、まあ、ある一人の人向けになっちゃいますか、パーソナルトレーニングに来てくれたら、まあ、今日やった復習を、まあ、今日というか、まあ、昨日のやつとか、まあ、やってみたいと思います。まあ、この方は、まあ、ステップをやりたいということなんで、まず、ステップ、華麗なステップを見たい。まあ、構えは、まあ、いつも通りで、この、前に行くときは前足から、この歩幅、ちゃんとキープして、後ろ足は後ろから、後ろに行くときは後ろ足から。まあ、横行くときもこう、横。この、まあ、足がなるべく揃わないようにするっていうのがポイントで、まあ、横もそうです。こう揃うと、まあ、横からの攻撃になる。揃うと、まあ、どっちからの攻撃でもすぐ倒れてしまうと。まあ、基本はこの、縦、横。まあ、慣れてきたら、縦行くとか。まあ、当然こう慣れてくると思うんで、まあ、今度は、まあ、その、前後左右っていうか、まあ、こう、まあ、いわゆるボックスを、まあ、やったり。まあ、反対向きでもいいと思います。まず、今日は、まあ、ステップだけでやっていきましょう。もちろん、これにジャンプとかワンツーを付け加えていきます。で、まあ、ちょっと雑だったかな。まあ、もちろん、こう、相手がいて、こう、横に行っても自分も攻撃できないんで、まあ、こっちもそうですけど、横に、今度は相手のサイドに入る。まあ、イメージがしづらい場合は、こう、グローブとか、まあ、グローブがミットを広げる、まあ、例えばこれが、まあ、人だとしてこれが胴体で、まあ、相手がオーソドックスだと足がこんな感じですね、まあ、前足が前向いて後ろ足、まあ、斜め向いて、まあ、これが木、まあ、というか、まあ、そうですね、まあ、ちょっとこう、まあ、半身の方が分かりやすいですね。半身で見るとしたら、まあ、正面に今度はこのコースが、サスポだとこの後ろ側、はい、まっすぐの方が分かりやすいか、このまっすぐの相手のバックに回る、こっちだとこの正面、まあバックもあれば分かりますよね、こっち側に来るっていうことなんで、まあ、攻撃、まあ、できないですよね。まあ、手届かないことないけど、まあ、強い攻撃は出せない、まあ、今度は逆にこっちに入ってやると、まあ、いわゆるこう強く打ちたいときはここを打ちますよね、まあ、ここが一番力入るん でここに入るこの正面に入ってあげると、まあ、やっぱり届かないですよね。こう行こうと思って、まあ、届かそうと思えばちょっと届くかもしれないけど、相手が半身に構えてると、まあ、強い攻撃、まあ、横だと、まあ、本当に近ければこう横の攻撃は体重移動させて強いのが打つこともできますけど、まあ、距離が遠いとこういう感じになっちゃうんで、まあ、正面に入る、正面に入る、バックに入る、正面に入る、まあ、これ、まあ、後ろとか行くとかジャブとか打ちながらこう入っていくと、まあ、こっちもまあまあ、ジャブだったり引くときに、ワンツーでも引くときに入ったりっていう、まあ、もちろん蹴りとかでも、まあ、アウトローで最後入ったり、まあ、インローでこのアウトに入ったり、まあ、インローじゃなくても何でもいいんですけど、はい、ゲリゲリ入る、バック、サイド、ミドルからサイド、ミドルからサイドポジション、まあ、こういう、まあ、足を置く位置で、まあ、入ったり、まあできるとパンチや、まあ、その基本ができた上で今度はこの体重移動シフトウェイトを使って、まあ、頭の位置もずらしながらいくと今度はこう、まあ、ヒポットというからこう片足を入れて、まあ、これもまあ例えば相手の正面でこうやって後ろ向けちゃうんで今度は足を入れながら。足を入れるときに、まあ、うまくいけばこう相手の攻撃に合わせてカウンター攻撃を入れることもできます。で、まあ、自分から言ってもこうワンツー打って引くのを利用する、まあ、ワンツー打つときサイド入りながら打って引くのを利用してサイド入るとか、ワンツー打ってサイド出したり、
まあ、さっきと一緒ですけど、今度はこう、さっきは比較的この、まあ、上底使わないやつだったんですけど、上底を使うパターンでもいけると。これも応募すると、いろいろ使えると。まあ、この組み合わせですよね。この組み合わせでステップはいろいろこう、打ったりとか、まあ、打ったりとか。それを、まあ、基本的なことはこれ練習まずはしといてくださいということですね。まあ、一周来れるのかな、分かんないけど、続きはまた今度。